それほど。先日の日本シリーズでセリーグ覇者巨人をストレートで下し、4年連続日本一となった福岡ソフトバンクホークス、直近10年のうちなんと7回日本一となっており、まさに無敵の若鷹軍団、黄金期の真っ只中なんです。そんな上昇チームのソフトバンクですが、今から10年ほど前、2000年代後半は今ほどの強さはなく、2008年には最下位に沈むなど、それほどだった時代があったんです。そこで一つの疑問が生じました。2000年代後半のソフトバンクは一体どんなチーム状況だったのか。というわけで今回の動画はソフトバンクがそれほどだった時代を振り返りたいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。2000年代後半のソフトバンク、2000年代後半のソフトバンクの順位はこの通りです。2004年ダイエーから球団を買収し、新たに福岡ソフトバンクホークスとしてスタートした2005年、前年三冠王の松中、スーパーキャッチャー城島、シーズン40発のズレータを要する強力打線と、投手陣は18勝を挙げシーズン MVP に輝いた杉内、エースの斉藤和美、和田剛を中心にペナントレースでは圧倒的な強さを見せつけましたが、クライマックスシリーズの前身であるプレーオフで千葉ロッテに敗戦、優勝を逃しました。シーズンオフには城島が FA でメジャーに、正捕手不在で臨んだ2006年はエースの斉藤和美が18勝、防御率 1.75、205奪三振、勝率7割8分3厘で投手4冠、沢村賞を受賞する大車輪の活躍を見せ3位。プレーオフ第1ステージでは2位の西武を破りましたが、第2ステージでシーズン1位の日本ハムにサヨナラ負けを許し敗戦。最後まで投げ切った斉藤和美は泣き崩れ動けず、ズレータとカブレラに担がれマウンドを後にするシーンはプロ野球ファンにとって心に残る名シーンとなりました。2006年シーズンオフには5番のズレータが千葉ロッテに移籍し、巨人から FA で小久保裕紀が復帰しました。2007年、絶対的エース斉藤和美が故障で万全の状態で投げれず、これまでチームを引っ張っていた松中が不振、チームは2年連続3位フィニッシュとなりました。そして2008年、レギュラーの小久保裕紀、大村直之、田村仁が極度の不振に、前年の成績を大幅に下回りスタメンを固定できず、規定打席到達者はわずか4人、チーム得点数はリーグ5位となりました。投手陣はエースの斉藤和美が故障で完全に投げられなくなり、前年38セーブを挙げセーブ王に輝いた守護神の真原孝弘は怪我のため前半戦を棒に振る長期離脱、救援防御率はリーグ最下位に、チーム全体の防御率もリーグ5位と振るわず、チームは9月10月に大失速、最終戦で楽天に敗れソフトバンクホークスとして初めて最下位となりました。このシーズンをもってホークスで14年間監督を務めた王貞治監督が退任、後任には秋山浩二が就任しました。2009年は長谷川優也がブレイク、2005年に中日から戦力外を受け入団した田上秀典、途中加入のオーティズとともにレギュラーに定着、規定打席到達者が前年の4人から7人に増え、前年課題だった投手陣は70試合に登板し新人王を獲得したセッツ、新外国人のファルケンボーグ、守護神のマハラにつなぐ勝利の方程式 SBM を確立、チーム防御率が大幅に改善しリーグ2位まで上昇しました。このように前年の弱点を克服、最終順位は前年の最下位から3位となりました。2000年代後半総括、このようにですね、2000年代後半は1回も優勝がなく、2003年の優勝以来6年連続 V1 となっています。ただ A クラス4回、 B クラス1回と全然低迷期ではありませんが、あくまでソフトバンクから見たらという視点でご了承いただければなと思います。続いてこちらをご覧ください。これはプロ野球史上最強と言われる2003年のホークス打線です。1、2番に30盗塁以上の村松川崎、クリーンアップと6番には100打点カルテットの現監督井口、松中城島バルです。7番にズレータ、8番には3割3分3厘の柴原と、本当にえげつない打線でした。しかし2003年シーズンオフには村松が FA でオリックスに、2004年シーズンオフにはバルデスが退団、その後井口と城島がメジャーに、2006年シーズンオフにはズレータが退団、また当時の主力だった松中や柴原も力を落とし、2000年代後半は世代交代の過渡期だったのではないかなと思います。ただソフトバンクだけでなくどのチームでも世代交代の時期はありますし、そのまま低迷期に入るチームもある中、ソフトバンクはかなり短かったのではないかなと感じています。なおこの期間は今の黄金時代の基礎となる3軍構想、データ分析、戦力補強、スカウティングといった施策はこの頃から取り組まれています。こういったソフトバンクが無敵になった理由についてはまた後日調べてまとめて動画で発表したいと思います。
というわけで今回はソフトバンクがそれほどだった時代を紹介させてもらいました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。